皆さんこんにちは、ネコニラでございます。はい、これね、今回もジュックレ開けていくんですけど、セガイルマ店で蹴ってきたんですよ。で、ヤマさんとリンネさんと、あとツイッターのアキさんっていう方と一緒に交流蹴りをしてきました。で、そこはね、あの真横にぐるぐる大帝国のイルマ店があって、同じ敷地内に、そこにね、まあ、WCCF のガチャとか、あとカンコレのねガチャとかもあって、それもやってきたんで、それはまた別の動画でお伝えしたいと思います。でね、ロックレの後にね、これね、ここでパック変わってるんですよ。なので、まぁ、ちょっと今回は期待できないかな。いきます、1クレ目インシーニェ。はい、これ嬉しい。2クレ目、そう、ブレイクスルーは追加ですよって皆さんに教えてもらって、やっと理解しました、そのブレイクスルーなるものをなんかあれ、すごく使用感いいらしいですね。ベナティアテンプレ入りもあり得るみたいな話もよく聞きますけど。3クレ目、マリオレミナ。あ、これもすごくいいって聞きました。ディフェンス15のスタミナ18。これは良さそうだな。ユベントスだし、これは良さそう。4クレ目、ウォルコット。はい、これは 1.0 ですね。5クレ目で、能力がちょっと上がって出てるんですね、多分ね。ペドロ、あ、追加ですね。追加がよう来る。これが6クレ目、ここでね、パックラストですね。サシャリーター、マルチワーカー、はい、これが、パック頭のカード。ベララビ、高速ドリブル、はい、これはまあまあいっぱい持ってますよ。これが8クレ目、ゲッツェ。あ、ドイツユニだ。追加ですね、ゲッツェ。9クレ目、ハムシク。うん、これはいっぱい持ってるでしょうね、きっと。ラスト10クレ目、あ、ないかな。あ、で、グズマン、ターニングパス。はい、ということで、まあ、今回は追加がたくさん出たので、まあ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 、よしとしましょうか。うん、はい、というわけで、また次回もね、開けていきますんで、よろしくお願いします。さよなら。